観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。ビラパークへようこそ。実況は西岡明彦、解説このビラパークですが、もう100年以上も前からアストンビラのホームスタジアムとして親しまれ、ボールはキーパーの手の中へ。見事な視野です。決まった。昇格を手繰り寄せるゴールです。勝っているので時間を使っているんでしょう。こうなるとホーム側はリスクを負ってでもボールを取りに行かなければならないでしょう。ディフェンダーがここで食い止める。何を狙うのか。チャンスと見なんだ。ああ、これはいいボールです。今日はパスがつながります。香川真司戦い終え、チームは来シーズン。